こんにちは、素直サイズなおです。ブラックドラゴンで編んでいるアームカバーを今日は編みながらお話ししていきたいと思います。ちょっとお話の動画多いんですけど、今日はの片方編み上がっていて、こちらですね、ブラックドラゴン肘下約35センチの指先の方から肘の下までで35センチぐらいの長さなんですけど、こちらが一つ片方出来上がっています。すごく綺麗なグラデーションだなぁと思いました。ちょっとつけてみちゃおうかな。こんな感じで肘よりちょっと下、この辺りじゃなくてこの辺、ここかな2号の針に変えているので、このぐらい余裕があります。ウールの冬糸の方がやっぱりちょっと余裕ができやすいのかなって感じました。こんな感じでかっこいいアームカバーがもうすぐ出来上がりそうです。もう2号の針で黒い糸を編む用に買ったリッケのインディゴシリーズで編み始めています。あと8段ぐらいでのメリヤスの部分が終わって、その後ゴム編みを25段編んだら完成っていう形まで来ました。なんでちょっともうすぐ完成ということで、少し編んでお話をしようかなと思います。ちょっとね、黒い糸なので見にくいかもしれないんですけど、今はちょうどねちょっと明るいグレーに変わっていくところです。前にもお話ししてるけど、この形は本当にいい、もうただまっすぐ編んでるだけなんだけど、肘下のアームカバーいいなーってちょっと本当に思っています。秋口とかのねベストを着て、袖口は長袖 T シャツとかヒートテックのタートルとかをだいたい着るんですけど、その時にやっぱりね腕がちょっと冷えるなーっていう風に感じることが多いので、二の腕まで来なくても肘下か肘ちょっと上ぐらいのサイズもいいかなって思っているので、今年は長めのアームカバーをちょっと冬は編んでいこうかなって考えています。ハンドウォーマーはたくさん編んだので、自分用にたくさんあるので、今度はアームカバーっていうのをベストを着た時用みたいな感じでアームカバーを
日替わりでつけれるみたいに洗い替えを考えて編もうかななんて思っています。あとね、このブラックドラゴンみたいに結構単色っぽい感じのもいいのかなーって、のベストとかをオパール毛糸で編んでるから、結構ね色たくさん使ってるので、アームカバーもいろんな色を使うとものすごく派手な人になっちゃうから、どこかはシンプルにした方がいいかな、合わせやすいかななんて、このブラックドラゴンを編んでるとそんな気分になります。単色のボーダーとかもいいのかなとか想像が膨らみます。あとは最近お仕事ですごくよくしてくれる先輩がいるんですけど、アームカバーのタイプ B を持って行って、これどう思いますかってちょっと見てもらったんですね。その方はいつもすごくいろんなことを褒めてくれて、とても私のしていることに理解を示してくれて、すごいすごいすごいって褒めてくれるんですけど、その方にアームカバータイプ B をこれどう？ちょっとつけてみてって 見てもらったら、すごいいいねいいねって褒めてくれて、本当にこれいいねって言ってくれたから、編みましょうかって言って そしたら、すごい欲しいって言ってくれて、でちょうどね、その方はお庭仕事とかもお花とかね、畑とかね、作業されたりもする方なんですけど、で、この間何かのお花を切ってお手入れしていたら、なんかお花の汁が手に飛んでちょっと荒れちゃった時があって、ね、なんかすごくこう荒れちゃったから隠したかったけど困ったって言ってて、こういうのがあるとそういう時いいよねみたいに言ってくれて、アームカバータイプ B の肘ちょっと上、二の腕までいかない、肘を曲げても肘が出ないぐらいの肘上のサイズ、丈感のが欲しいなって言ってくれたので、そのサイズをタイプ B で編もうかなと思っています。で、どんな色にしますかって聞いて、一応こんな感じの糸が手元にありますよって説明して、で、一応同じ私が試作で編んだフリーソックコットンと同じ糸ももう一玉持ってるんですよって言ったら、このグラデーションが色味がすごくいいねって言ってくれたので、同じ糸で丈感の違うのを編むことになりました。で、編み物したことある方だと思うんですけど、
最近はしてないみたいで、この糸を変えるのはどうやってるのって聞かれたので、1本の糸がだんだんに染まってるから、ただ編むだけでこのグラデーションが出るんですよって言ったら、すごいって そうなんだみたいに話がなってて、やっぱりね、普段編み物をしない方はオパール毛糸とかみたいに柄みたいに色が変わってたりすると、これは糸を編み込んでるのかとかって思うようですね。でも本当にもうただただ編むだけで、この色柄グラデーションが出るんですよっていうお話をしたところです。ね、毛糸の糸玉とか見ないとどうなってるのかとか、なんか本当に色をわざわざ変えてるのかな、編み込んでるのかなとか って感じるみたいですね。昔はね、昔、前はやっぱり編むだけで柄が出てくるみたいな糸ってなかったから、本当に今はすごい、なんて言うんですかね、すごいんだなって、便利になったというか、初心者とか編み物に慣れていなくても、編むだけでね、色が変わったり柄が出てきたりっていうのはすごい素敵なことだなと思いますね。こういう、前にも前のフリーソックで編むカバーの時みたいに、糸玉からはサンプルの写真とかが載ってないと、どんな柄が出てくるのかっていうのはやっぱりちょっとわからないですよね 想像がつかないというか、あと編むものによっては色とか柄がばらけてくるから、同じ糸でもハンドウォーマーを編むのと、なんかウェアみたいなのとかストールのような広い作品を編むのでは柄の出方が違うから、楽しみが何倍にもなりますね。ちょっと声がガサガサしちゃってすみません。湿気のせいですかね。なんか今日は朝から雨が降って、ちょっと前までのものすごい暑さっていうほどではないけど、ちょっと湿気がやっぱり空気が重たい感じがしますよね。ちょっとね、朝たくさん、今回は昨日はちょっと早めに寝て、結構いつもよりたくさん寝たはずなんだけど、寝起きが悪かったのか、起きてから少しなんか頭が痛くなりそうな感じがするって思ったんだけど、
思って、ちょっと胃も動いてないような気がすると思って、もう一回ちょっと少し寝直して たくさん寝たんだけど、寝直してみたら、なんかちょっとすっきりしてました。お話動画の時って体調を崩しちゃったみたいなことが多いから、気をつけているんですけど、今回はね、大丈夫でした。ちょっと湿気とか気圧とかで少しだるかったのかな。睡眠をプラスでとったらちょっと持ち直したっていう感じです。とにかくずっと編んでいたい感じなので ずっとずっとずっと編んでいたいですよね。編み物される方は皆さんそうですよね。ちょっとの時間でも一段でも編みたいみたいになりますよね。編み針が持てない時はよっぽど体調が悪いんだなとかっていう、なんか自分の気持ちとか体調の目安になるっていう感じがします。今日はね、いろいろこちらのブラックドラゴンも編みたい、もうちょっとだから終わらせたいなーって思ってるんだけど、他の編みかけもあるので交代で編んでるっていう感じで、休憩を入れて次はこっちの編み物みたいな感じで、ちょっとなるべくまんべんなく編みたいけど、集中して進めたいものも時々出てくるっていう感じですね。ちょっと違うけど、気長に編みたい羽織物がですね、動画で出てると思うんですけど、一旦これでいこうって決めたんだけど、なんかちょっと違うってなって、残念ながらね、ほどきました。長々とね、この編み地をやめるっていう説明をする動画を出したんだけど、もしね、6号で編もうと思っていた方がいたら、ちょっと申し訳ないんですけど、私の気持ちがちょっと乗らなかったので、編み地変更することになりました。ね、やっぱりこう自分で選んで買ってる糸だから似たり寄ったりになっちゃう時もあるっていう、明るい目のピンクとかちょっと派手なので編もうかなって試みたんですけど、なんかそれも違ったっていうね。編み始めようと思いますって言った時はもう薄い編み地で始めようって本当に思ってたんだけど、もう編んでるうちにね、なんか違うんだよなーってなっちゃって、薄い編み地で編む羽織物はまたもうちょっと模様編みとかが
できるようになってからチャレンジしようかなって思いました。あとはちょっと違ったデザインで、そのね、6号とかで編み地が適しているデザイン、雰囲気っていうのを、そういうのが見つかったら6号針で羽織物を編もうかなと思います。結構ね、ストールもコクンカーデガンも6号で編んでるから、6号の編み地はなんか、あとオーバーサイズベストとかも6号で編んでたから、ちょっとあの編み地を編みすぎたのかなって思いました。こんな感じです。で、ブラックドラゴンのアームカバーが完成したら、次はビューティーシリーズの糸を使って、肘上のアームカバーを編もうかなって考えています。ちょっとね、選んでもらおうかなと思って、肘下のを2つ編んでるところなんだけど、一旦ちょっと肘上のは2つ編めないかもしれないから、おすすめのビューティーシリーズの肌触りを感じてほしいので、ビューティーで肘上タイプを作って、で、余裕があったらまた肘下タイプで何か作ろうかなって思っています。こんな感じで、並べると、この始まりがどっちも中から使ってるんですけど、最初はちょっと濃い色から始まって、最初に編んだのは薄い色から始まって濃い色の途中ぐらいで終わってるみたいだったので、いつもは反対から編むんですけど、そのまま中から取って濃い色から始まってっていうグラデーションにしたので、こんな感じでちょっと白い部分が交互になるみたいになりそうです。これはこれですごくいい感じで、こう交互になったかな、なってるんじゃないかなって自分的にはちょっと気に入っています。これでいいか。こんな感じで、ブラックドラゴンの編み地が気になる方は、このようにかっこいいグラデーションになるので、よかったら手に入れてみてください。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。